久しぶりの前語りコーナー。今回は、最近、最長異性に、人気で話題になった不可障害の話。このデッキ、ポテンシャルは高いけど、序盤の武力の低さや、一コス連動兵といった扱いの難しさで人を選ぶところがあるよね。そこで、今回は、不可の効果時間と障害の、徐々に、回復を1枚で合わせ持ち。白兵戦にも、強いジェネリック不可障害コトソン級を紹介するで。というわけで、お手軽紹介こと早急の活躍試合を、4試合ピックアップしてきたで。今か、そこだ。今か、解体だ。今か、そこだ。我が際、ご覧ください。今か、お前たちも見ろ、書の神髄を。どこで歯車が狂ったのか。この頭で描いた通りよ。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。良き天下があると信じて。今か。俺に帰る場所など。
死ぬ時はこんなもんだ。邪魔するな。邪魔するな。邪魔するな。頭を丸めねば。たたらずとも派手めばよ。横島な者には屈しません。自由を磨き決戦に挑むのです。とっておきの一味を裁く時だ。清き天下があると信じて。邪魔するな。邪魔するな。救援を突っ込むぜ。邪魔するな。邪魔するな。装填に帰るだけ。陣形を維持せよ。足が速いな。頭は冷えた。邪魔するな。今か。諦めぬ。邪魔するな。邪魔するな。邪魔するな。気にするがよ。邪魔するな。突っ込むぜ。らっしゃい。放ってくれないか。この後まで描いた通りだ。よっ、腕が今か。痛い。さて離せ。さて離せ。今か。死ぬ時はこんなもんだ。さて離せ。これはおまけだ。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。さらせ。
私にだって呉のためにできることはあるはず。今か。頭を丸めねば。叫ぶ。今か。魔剣ものには屈しません。
この頭で描いた通り。王様なのに。長く行き過ぎたわ。それよ。今か。
よこしまな者には屈しません。俺に帰る場所などさらよ。自由を磨き決戦に挑むのです。戦場を制するのは市場を制した者だ。ライド天に昇れ。だが行き過ぎたわ。ライド触れよ。もうこっち王が解放マスター描いた通りよ。不細工の陣だな。やりたい。頭を丸めねば。ライド。炭が足りん。今か。やりやがったな。国を乱す者を撃つ。
っとくれないか。そうね、足が速いな。天に昇れと。らっしゃい。全部壊してやれ。頭は冷えた。今か。殿、待たれよ。今か。これはお前
ご視聴ありがとうございました。